簡単にできて痩せるダイエットメニューをお伝えしていきますね。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せるための4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目からいきましょうね。なぜ簡単にできるそのダイエットメニューなのかということで理由があるんです。もう実はもうかけるだけでダイエットメニューになるものなんですよ。それは詳しくは項目3でお伝えしていきます。ランキングでお伝えしますね。楽しみにお待ちください。でここではまず1つ目の項目は痩せるポイントについてお伝えしていきます。それはそのメニューを召し上がるとあなたの腸内環境が整うからなんですよ。もうこのチャンネルは腸活チャンネルですから、もう腸活以外のお話はねしておりません。でそのなぜ腸活なのかと言いますと、痩せるためには、しかも健康的で綺麗になりながら痩せるためには、もう腸内環境が良くないと痩せることができないからなんですよね。まあ、過去の私もそうだったんですけれども、腸内環境がもうとにかく乱れていたその時期は、今よりもプラス10キロ太っていましたし、なんか最近やばいな、ズボンがボタン止まらないとかね、本当ね、体験してたわけですよ。ああいけないな、いけないなと思いながらも、やっぱりこうやめられない、止まらないっていう甘いものとかですね、特にそうだったんです。でそれはあなたもいかがですか、そんなことないですか。で私もそうだったんですよ。ただあなたが悪いのではなくって、あなたの腸内環境が悪いからこそそうなってるだけなんですよね。では逆に言えば、あなたの腸内環境が良くなれば、もうあなたは自然と根本的な部分から痩せ体質にこう生まれ変わることができるんですよね。そうなると、まあ、今の私もそうなんですけども、もうとにかく体重はもうキープ、しかも私10年前よりも今の方がもうどれだけ健康かっていうぐらいすっごくね元気なんですよね。もう病院なんかもここ数年行ってないですよ。それぐらい元気なわけです。ですからあなたももし体重が増えてきた、体型が変わってきた、もうやだって、もうそれだけでも嫌なのに、もうなんか最近腰まで痛くなってきたとかね、ないですか。体重が増えますとやはり体の痛みって出てきますよね。そういった方多いです。私のサロンでもそうですし、ダイエット指導でサポートしているクライアントの方も皆さんそうです。やっぱり先生って体重増えたらもういいことないって、もう本当にもあれもこれも嫌なことばっかりですって、まあ、自分にも自信がなくなるし、大好きな習い事もこう衣装が合わないからやめてしまいましたとかね、もういろんなことがこうあるわけですよね。ですからそうならないためには、じゃあどうしたらよいかっていうと、この腸内環境が整っていればもう丸なわけですよね。そして2番目、栄養バランスです。これもとってでもね大事なんですよ。だってもう栄養不足でですよ、もう生きるか死ぬかみたいな、そんな方が痩せる痩せないという場合じゃないですよね。まあそこまでは言い過ぎなんですけれども、でも本当にこれはですね、やはり栄養が取れているかいないかでダイエットが成功するかしないかってもう分かれ道になるぐらい、実はしっかり栄養を取ってしっかり食べないと痩せることなんてね、やっぱできないわけですよね。ですから私は腸活メニューに今すぐあなたも取り組んでいただいて、今まで太るような食べ物から腸活メニューに一つずつこうシフトされさえすればですね、痩せていかれますから大丈夫です。なので今回私がお伝えするこのメニューもそうですし、また別動画でももう本当にね腸活のことしかお伝えしておりませんから、ぜひご参考にしてみてくださいね。また3番目、無添加だからです。今回この動画でお伝えするダイエットメニューというのは無添加なんですね。で無添加って何かって言いますと、化学調味料とか香料とかそういった余計なものを添加していないものになります。で逆にこういったその無添加ではないものですよね。例えば化学調味料とか人工甘味料とか農薬とか、もうありとあらゆるその添加物
をいっぱい、いくらその痩せるようなものであっても味付けがそのようなものであれば絶対痩せませんよ。危険です。逆にどんどん太ります。ですからそういった無添加のものを食べることであなたは痩せ体質へとさらに近づくことができますから、もう必ずいろんな食材を購入されるときは裏の原材料名をチェックしていただいて、あ、よしと、これなら入ってない、大丈夫っていうものを選んでいただきたいんですよね。で、また私ですね、もう本当このチャンネルでを通じてですね、あなたにその無添加のものってこうなんですよ、これがいいんですよって、もうありとあらゆるものですね、私が日頃美味しく腸活メニューとして食べている食材というのを紹介しているんですよね。でも本当ね、その動画を見てくださった方がコメントたくさんいただくんですけども、その方がですね、もう先生って、先生が選んでくださってるその食材だったらもう安心安全だからもうすっごく助かってますって、もう時短になるっておっしゃるんですよね。もうすごくわかります。私も実は食材買う時にもういちいち裏の原材料名をチェックして、これ何か入ってるかなとか、その国はねどこ産かなとか、まあ、一回一回いちいち手に取って、こう、あ、もうダメだとか思って戻すわけですよね。もうそんなことしてるともう買い出しにものすごく時間かかるんですよ。なのであなたもですね、この私のお伝えしてるその食材をもうパッと選ぶだけで大丈夫ですから、もうわざわざね、あれやこれや時間をかけなくても済むようにお役立ていただければなと思います。では次の項目に移っていきましょう。2つ目です。何をということで、今回あなたにお伝えしますこのダイエットメニューというのは、ご飯にかけるだけでいいですよというものになるんですよね。それは後ほど3番目の項目でお伝えするんですけども、そのご飯にかけるだけといっても、そのいかがですか。あなたは普段どんなご飯を召し上がっていらっしゃいますか。もしかして真っ白い白米とかであれば、今すぐ私がお伝えしますこういったものに置き換えてくださると、どんどん痩せることができますから、ぜひ取り組んでみてくださいね。あの白米よりもやはり玄米とか雑穀米の方が良いんです。例えばですね、玄米なんかは白米と比べてビタミンやミネラルが豊富ですから、もう代謝がもうどんどん上がるんですよね。白米っていうのは残念ながらいろんな栄養をそぎ落とした後の、まあ、別名死んだ米とかね言われるお米なんですよ。ですからやはりこういった茶色いお米ですがいいんですよね。で、食物繊維はなんと白米の約6倍ですから、もう全然違うわけです。冒頭でお伝えした通り、痩せるためには腸内環境が整っていることが大前提なんですよってお話をしました。で、そのじゃあ腸内環境を整えるどういうことっていうんですけれども、何かって言いますと、腸内に住み着いてくれているその腸内細菌の種類が大事なんですよね。で、その時に善玉菌と呼ばれるその痩せ菌たちを増やしてあげないと痩せることができないんです。そしていてくれるだけではダメなんですよ。その痩せ菌たちをこうご飯を与えて育ててあげないといけないんですよね。その時の餌となるのがこの食物繊維なわけです。ですから白米ばっかり食べていても食物繊維がなかなか取れない、だったら玄米に置き換えるだけで食物繊維が取れちゃいますよっていうこと。そしてここも違うポイントなんですけども、白米はその血糖値が急上昇する食べ物です。もっとパンなんかはもっとね強いんですけれども、小麦系はもっと高いんですが、その低 GI 食品であるのが玄米なんですよね、白米と違って。これは何かというと、その太るもとって糖質なんですよね。で、その糖質を多く含むのがこういった炭水化物系の食品なんですが、その糖質を取るときに一気にその血糖値が急上昇してしまうわけです。で、その時に脂肪を溜め込むから太るわけなんですよね。じゃあどうでしょう、この急上昇を逆に緩やかにこう抑えてくれるものを一緒に取れば、その結果脂肪も溜め込まずに済みますよってことになるんですよね。その時に必要になってくるのはこの低 GI 食品なんです。そのものがなんと玄米になるわけなんですよ。ですから玄米を召し上がることで血糖値の急上昇も抑えることができますから、ぜひ白米をもしあなたが召し上がっていらっしゃるようであれば、玄米やその、まあ、ちょっと白米でも雑穀米とかいろんな麦とかね入れて召し上がる方が
丸ということになります。でまたおすすめはスーパー大麦ってご存知ですか、まあ、別名ねあのバーリーマックスと言いまして、あの南半球の国オーストラリアの政府がですね開発したものすごいスーパー大麦なんですよ。何がものすごいかって食物繊維の量とか種類がもう半端なくいいものになります。で私がですね最近使っていますのはこちら白漠さんから出ている、バーリーマックス雑穀ご飯奥まで届く食物繊維、この奥まで届くっていうのがねポイントなんですよね。いろんな世の中食物繊維ありますけれど もう腸の隅々までもう細かいところまで届くのがこのバーリーマックスの食物繊維なんですよね。だからふわっと届くとか途中でも息絶えてもうちょっとすいませんもうこれ以上届けることができません私ってね倒れていく食物繊維が多い中でこのバーリーマックスはもうよっしゃ任せてくださいよ先生みたいな感じでもう私の腸の隅々まで食物繊維を届けてくれてるわけですよね。でこちらはですね実はそのバーリーマックスの大麦だけではなくって原材料名チェックしますとあの炊飯用の雑穀なんですよね。大麦、まあ、バーリーマックスの大麦が一番最初に来るということは一番多く入っているわけです。でその次に黒米、もちきび、もち泡ということで4種類の雑穀が入っています。でこちらを私はこの玄米と一緒に混ぜて炊いて毎日おいしくねいただいてるんですよね。なので、まあ、別にその全く同じものでなくてもいいと思うんですよ。同じこのバーリーマックスですよね、スーパー大麦でしたらいいと思いますのでぜひあなたもチェックしてみてくださいね。ではこの動画ではご飯にかけるだけのメニューということでお伝えはしているんですね。なので先ほど玄米やスーパー大麦ご紹介したんですけれども、もしもあなたが先生私あのお米の代わりに時々オートミールもよく食べるんですよっていうお声もいただくんですよ。あのやっぱりお米って先生どうしてもまあ私すごく大好きだからやめられないと、もう糖質たっぷりだけどどうしようかな、まあ、玄米もいいんだけれども少しやっぱり工夫したいですっていう方はやはりオートミール召し上がってる方も多いんですよね。オートミールです。あの白米に比べてやっぱり低カロリーですし、特に玄米が苦手とかいう方はオートミールでもいいと思うんです。もうご飯お米の代わりにオートミールです。でオートミールもおかゆなどにしますともう本当にねお米みたいに食べることができますから、もしあなたがオートミールまだ私食べたことないですそうなんですかっていう方は、あの私がですね普段使っているのを、まあ、自宅からね持ってきたんですけども、こちらもそうですが、あのプレミアムピュアオートミールということで別にねあのこれじゃなくてもいいんですよ、まあ、ポイントは無添加でその変な添加物とかねあの調味料とか味付けしてないものがおすすめなんですけれども、まあ、裏を見てみますとその原材料名がオーツ麦って書いてあれば OK です。 できればその有機栽培のものとかねその良質なものがいいと思います。でこちらももう本当電子レンジで簡単にチンしてお粥が作れますから、あなたもその白米とか玄米の代わりにオートミールにチャレンジされてもいいんじゃないかなって思うのでちょっとご準備してます。でこちらも玄米と一緒で低 GI 食品ということは、先ほども聞いていただいている通り血糖値を急上昇を抑えてくれますから、結果脂肪を溜め込みにくくしてくれるっていうのはこちらになるんですよね。でまたオートミールはタンパク質、ミネラル、ビタミン、そして食物繊維がとっても豊富ですから、やはりそういった意味でもあの栄養価のバランスが良いわけですよね。痩せるためにはやっぱり栄養バランスとっても大事になってきますので、ここもまあクリアできるというのがオートミールになります。なので今から私がお伝えしますご飯にかけるだけのメニューっていうのを、この玄米であったりスーパー大麦ご飯であったり、またこういったオートミールがゆでもいいですから、そういったものをベースにご準備していただいてからの何をかければ良いんでしょうかということでお伝えしていきたいと思います。ではここからいよいよ最後の項目3つ目です。どのようにということで、今回はご飯にかけるだけで簡単にできるダイエットメニューということでねお伝えしていきますね。今回は無印良品さんで選んできました。でこの無印良品さんのですねご飯にかけるだけシリーズってご存知ですか？ものすごい種類が豊富なんですよね。もうあれもこれももうとっても美味しそうね、もう本当に目移りしてしまう、でも本当ワクワクするようなねコーナーなんですけれども、やはりここも
原材料名をチェックしていただきたいなって思うんですよね。もちろん今からお伝えするすべてのものはこちらにもね書いてあるんですけれども、化学調味料、合成着色料、香料不使用ということで無印さんが作ってくださってるわけですよ。もう本当にありがたいなって思うんですね。もうこんな風にいろんなものを入れないで作るって大変だろうなって思うんですけれども、もう一生懸命こうしてね体にいいものを作ってくださってるわけです。ただ原材料をその全種で私見たんですよね、お店にある見たんですけれども、やっぱり中には小麦粉がちょっと混ざってたりとか、これはどうかなっていう、やっぱり腸活に適さない材料が入っている場合もありだったんですよ。特にその糖質量が高かったりとかですね、小麦が入っているとやっぱグルテンが入ってますから腸の粘膜が炎症してしまってやっぱ太っちゃうんですよね。からそういったのも考慮しつつ、もう私がですね、もう本当にあのコーナー何十分いたのかなっていうぐらい、もう怪しいですよね。もうそのコーナーだけでずっといるわけですよ。私が全部一回一回チェックして一つ一つ見比べてとかしてね、もうこの人何やってんのってね、お店の人ももしかしたらね、もうこの人怪しいかもと思ってね、こうじっとね監視されてたかもしれないぐらい本当に怪しいんですけれども、もう大丈夫です、それは私です、ね、なので今回私がですね時間をかけてもう一つ一つ丁寧にチェックして、その結果選んだランキングベスト3ということでお伝えしていきたいと思います。お待たせしました。ではまず第3位はこちらです。こちらです。ご飯にかけるルーロー飯ですね。でこれは何かと言いますと、豚ひき肉、たけのこ、きくらげを八角や生姜、オイスターソースを使った甘辛いタレで煮込みましたということで、台湾のね実は屋台料理がお手本ですなんですね。私も台湾行ったことあるんですけども、やっぱ屋台ね美味しいですよね。もう台湾大好きです。もうすごく台湾の方ってもう親日で優しくって、もう本当ね道に迷ってたらね、どうしたんだいとかね声かけてくださって、案内までそこまで連れてってくださったりとか、代わりにタピオカドリンク注文してくれたりとか、本当もうなんていい人たちなんだってね、もうまた行きたいなって思います。もうこの今の状況が落ち着いたらもう本当一番に行きたいなって思ってるぐらい大好きな国の一つです。でこちらのその台湾のね屋台をベースとしたこの無印さんが作ってくださったこのルーロー飯なんですけれども、一袋あたり140g 入ってます。そしてエネルギーが 192kcal、 タンパク質もしっかり取れるんですよ、 10.1g で、脂質が 11.5g、 炭水化物が 12.2g なんですよね。でこちらがもう書いてあります通り、化学調味料、合成着色料、香料不使用ということで、こちらも原材料もチェックしてもそういったのが一切入っていない安心な食べ物になります。でこちらはお写真見えますか。もうすごくねひき肉と椎茸、タケノコ、椎茸入って、椎茸も入ってます。椎茸も入ってたりタケノコ入ってたり、これね美味しいんですよ。で私はもう個人的にではですね、もうオートミールのベースの、まあ、お米に戻したねお粥タイプにかけても美味しいですし、台湾ってお粥系多いですよ。香港とか台湾とかね、お粥系も朝食メニュー多いんですけれども、結構ねオートミール粥にこれかけて召し上がっていただいてもめちゃくちゃ美味しいと思いますね。でもちろん玄米にも合いますよ、丼飯になるわけですからめちゃくちゃ合います。ただしですよ、もしこれね食べてみたんですけど、一食に全部食べたらね多いと思います。ちょっとね食べ過ぎかなって思う、やっぱボリュームがすごいんですよね。なのでもしあなたが、その健康だけをね気にしてらっしゃるようであれば、その普段のお茶碗一杯、だいたい温かいご飯ってお茶碗一杯 150g ですよね。それにこちらを召し上がってかけていただいてもいいんですけども、ちょっとやっぱりダイエット目的の方は食べ過ぎだと思うんですよね。なのでやっぱり普段のお茶碗の半分の量の玄米とかオートミールにこのレトルトのルーロー飯のこのタレも半分ですから2食分として召し上がっていただくとベストだと思います。では第2位はこちらです。ご飯にかけるユッケジャンになります。
こちらは牛肉の細切り、豆もやし、ゼンマイなどの具材を唐辛子やコチュジャンの辛みを生かしたスープで煮込みました。韓国の郷土料理がお手本ですということで、本当なんかね、あのビビンバのような写真がね載ってるんですけども、これビビンバじゃないのっていうね、ユッケジャンですよね。でこちらは先ほどの第3位と比べてちょっとね量が多いんです。1袋あたり 180g 入ってまして、その代わりね、あのエネルギーがね低いんです。 124kcal で、タンパク質が 4.3g、 脂質が 6.1g、 炭水化物が 13.0g ということで、やはりトータル的に見てもこちらの方がもうダイエット向きになります。しかもね、あの結構ガツンとあのコチュジャンとかが入ってる関係でやっぱりね美味しいですよね。で私おすすめはこちらにちょっとこう半熟卵とかのっけ丼してもね、もう美味しいですよ。おすすめ、やっぱりタンパク質取ることも大事ですから、まあ、こちらね 4.3 だからちょっと足りないんで、卵をトッピングされてもめちゃくちゃおすすめの一品です。でこちらも、もうあの味付けがかなりしっかりしているので、オートミールでも玄米でもどちらでも合うなって思ってますし、やっぱりこちらも多い量がですね、ですからやはりこの半分、もう半分こう何でも、もうご家族いたらもうご家族に半分とかね、私が一人でもう全部もりもり食べないってことですよね。もうあなたにもお裾分けっていう形でもいいですし、あなたが2回に分けて召し上がってもいいですし、そういった形でやっぱりご飯もまあ半分ですから、まあ、75g ぐらいで召し上がっていらっしゃるとベストだと思います。よく噛まれますと満腹感もありますし、もう腹持ちがいい食材ですから大丈夫です。なので一気にいっぱい、まあ、美味しいからといって食べてしまってはいけないと思ってお伝えしています。そして堂々の第1位はこちらです。ご飯にかける宮崎風冷や汁になります。でこちらは宮崎の、まあ、九州宮崎のですね、まあ、私お隣の県になるんですけれども、郷土料理をお手本にアジのほぐし身を麦味噌とごまの香ばしい風味のだしと合わせました。仕上げにお豆腐やきゅうりをご自分で加えてください。ここポイントですよね。この中にですね、豆腐やきゅうりは入っておりません。なので先ほどみたいなね、2位とか3位のもうそのまんまも手を加えずにっていうよりは、ちゃんとトッピングする必要があるということなんですよね。でこちらもすごくね、このトッピングの調理例も美味しそうで、おそらくこれ木綿豆腐におきゅうりとみょうがとしそ、青じそが乗ってるんだと思うんですけど、すごく美味しい。でこちらですね、冷や汁っていうぐらいなんで、これ冷やして食べるものだそうなんですよね。冷やご飯と冷や汁なんですよ。で私は実はですね、ここちょっと異議ありということで、ごめんなさいね、もういちいちうるさいんですけれども、腸活専門家の観点から言いますと、冷たいものを食べてしまうとですね、残念ながら腸の働きが鈍くなってしまって代謝が落ちて太っちゃうんですよ。なので私もそうですし、あなたもぜひこれホットで、もう熱々の美味しいね、あったかスープご飯で召し上がってくださると私は嬉しいです。その方が効果が出ます。でまたきゅうり自体がやはり夏野菜なので、痩せ効果すごく高いお野菜なんですけれども、体を冷やしますから、それとセットでやっぱり食べてしまえると、私はあなたの腸が心配なので、きゅうりをトッピングされる場合はやっぱりこちらホットがおすすめですし、お豆腐もやっぱりこう冷たいまま冷蔵庫から出してですよ、もうキンキンに冷えたお豆腐でフィワーとか食べると冷えちゃうんで、良くないんですよね。だからお豆腐もちょっとレンチンで温めるとか、まあ、このおつゆをですね、温められると、まあ、トッピングした時にはもうある程度常温に戻ってるかなって思いますので、もうとにかく冷たいものよりも温かいものでお願いしたいですよね。でこちらは1袋あたり 155g 入ってまして、もうカロリーがダントツ低いです。こちらが 86kcal しかない、もう桁違いですよね。そしてタンパク質が 5.4g ですが、お豆腐をトッピングすることでもっと取れますよね。また脂質が 2.9g とも断然低い、タンパク質、ごめんなさい、炭水化物も 9.5g で低いんですよね。なのでこちらはぜひホットで召し上がっていただきたいと思います。でここにですね、よく見たら味を見直しましたって書いてあります。よかったですね、さらに美味しくなってるんだと思うんですよね。ですからこちらはぜひホットの温かいほっかほかご飯で、温かいものをトッピングして召し上がっていただきたいなって思うんです。でこちらはですね、まあ、どちらが合うかなって、まあ、お好みでいいと思うんですよ。どちらっていうよりはそうですね、
万が一雑穀米もいいかもしれないですね。まあ、玄米オートミールはちょっと味が濃いものに合わせた方がいいかもしれないですね。これあの味薄めなので和風ですから、先ほどの2つはもうあの台湾とか韓国料理で結構味濃いめだったので、薄いのでやっぱり日本人としてはこちらのお米ベースの方が合うなと思いました。でもあなたのお好みでいいんですよ。どちらも食べてみたんで、ぜひ感想もコメント欄いただければとっても嬉しいです。さあいかがだったでしょうか。今回は普段あなたが召し上がっておりますその炭水化物系ですね、お米系、まあ、オートミールでも OK です。そういったものに普段あなたがいろいろトッピングして召し上がっていらっしゃると思うんですけれども、今回このご紹介しました無印さんのご飯にかけるだけシリーズを使っていただいて、上手に腸活取り組んでいただけたらなと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。